本当の本当のことなんて一番大切な人だからこそ分かりたくないのかもしれない。何のご用ですか？住み込みの募集って聞いてきたんですけど。旦那蒸発しちゃったのよ。え、それから全く連絡ないの？私たちお互いのことを何にも分かってなかったのかもしれないね。じゃあちょっとお聞きしますが、人を分かるってどういうことですか？本当のことなんて誰も知りたくないんだよ。自分が何者かをなぜあの子に伝えない？取り返しのつかないことになったらどうしよう。奥さん誰かの心の奥底に触れた時、本当の思いが溢れ出す。私も嘘をつくことあるよ。